わしゃんじゃあのことをやりたいんじゃうんだめよダメダメはいこんにちはこんばんはえ今日はですねえーえっとまあちょっと前に「悪夢ちゃん」「悪夢ちゃん」っていうドラマが映画化されてえー、まあまあまあ 夢のねあの寝た時に見る夢ねに対してのこの話っていうのがちょっと結構有名になってきてでまあ最近ねあの明晰夢で明晰夢っていうのは自分が見たい夢を、えー、コントロールして見れる明晰夢時代は、えー、自分が 夢の中、これが今起こっていることはこ、これは夢じゃっていうのが自分で認識できることがえ面積無と言います。で、えー、僕自身、小学校の時から面積無です。面積無が見れます。で、えー、今日紹介したいのは、えー、面積無の見方。 っていうのをちょっと紹介してみたいと思うんですけど、まあでも人それぞれ個人差もあるんでしょうけど、まあもともと夢を見ない人とかもいるらしいんですけど、まあそれは果たして本当にあるのかな。夢を見ないことがまず僕としてはありえないと思ってることなんで、見てることすらも忘れてるんじゃないかと。まあそういうふうな感じですね。それかもうずっと深い眠りにおるのか。で、夢っていうのは、 浅い眠り深い眠りっていう波があって23時間起きに行くかな波があってその波が浅い眠りの時に人は夢を見るらしいんですけど、えーまあ、僕自身はあんまり本とか読んでこの夢の勉強とかしたわけじゃないんで、まあ、説明不足だとは思うんですけど、まあ、個人的にその、まあ、きっかけは明晰夢を見るきっかけになったのは えー、小学校23年の時かなでちっちゃい頃よく夢を見ていてでまあまあ、あのー、ちっちゃい頃やけんまあまあ、あのー、手からなんか出せたりとかカメハメハ出せるとかでまあまあそういう夢とかをよく見ていたんですよねまあ海の中で息ができるとかである時ふとね 思ったんがこれゆ夢が自分が夢の中で夢って感じる感夢って分かったらその夢の中で自由に行動ができるやんと思ったんですよ。で大概だもん夢の中って、えー、自分の意思とは逆に動いてるところがあるんですよね。まあ自分がこうしたいと思った通りには動かせない。 と思うんです勝手にこう進んで勝手に完結して勝手に終わるみたいな感じののが夢だと思うんですけどでそこで僕は初めに思った時が一、えー、回寝てて夢を見ましたとでいい、まあ、夢を見た時に、まあまあ、ち,ちょっと目が覚める時あるじゃないですかバッと目が覚めてしまって あの夢の続きが見たい時って皆さん多分目覚めてすぐにまた寝についたら同じ夢そのままの続きでまた見れたりとかする時があると思うんですよ。で僕その時にあの目が一回覚めて夢見よって目が覚めた時に寝る時に頭の中で次出てきた風景は夢じゃっていうのを。 ずっと頭に思い浮かべながら寝たんですすると、まあ当然二度寝の時はすぐにバッとこう寝れるんで、その二度寝で寝た時に、あ、まあ、その続きの風景が広がった時に、あ、これは夢なんだっていうのをずっと考えたから、もう夢の中で自分が、あ、これが夢じゃっていうのを認識することができたわけですよ。で、そっから、 まあ、そういうことを続けてて、夢の中やったら、もちろん、えー、自分が見たいじゃ、したいこと、夢の中でしたいこと、当然ね、あのー、指からレーザーとか、まあ、あのーレーガンとかね、あのカメハメハとか、ああいうのって、一応こう、テレビとかで見てるから、あのー、イメージはできるわけですよ。まあ、実質出ないんですけど、ね、普通の 今,今出ないんですけどで夢の中だったらそのイメージで物語が進むから、あのー、こうこからもうみーってこう出てバーンって出すようなこうこうこう,なんうの想像はできるわけですよでその想像が実夢の中で起こるので面接義務になったば面接義務ができた場合そういうことをしようとしてもちゃんと出ます まあ、出ない時もあるんですけど、その、な、何が違うのかわからないんですけど。で、まあ、小学校の時ずっとこれで遊んでたんですよ。で、まあ、まあ、みんなも結構、まあ、小学校の時ってそういうのをまあ知らないんで、あ、みんなもこういうふうにしたりしてるのかな、とか思いつつ、まあ、まあ、小学5年生ぐらいの時かな、友達に、なんか、友達が、 あの昨日なんか夢の夢見たみたいなこんな夢見たっていう話をしとった時に、まあ、話に入っていってみるとなんかみんなはそういう自分で明晰夢を見ることはできないということがそこで初めて分かったんです小学校5年生ぐらいの時に。えー、でだったら俺自分で見れるよっていう話をしたら絶対嘘やんっていう人もいたんですけど中に一人だけ。 私も見れると。私も夢の中で自分がここは夢じゃって把握できるときあるよっていう女の子もいたんですよ。で、でまあ、それぐらいですかね。それぐらいから、あのね、僕ね、結構ね、妄想癖があって、こうまあ、寝るときに、まあ、いろんな妄想。 まあまあまあいやらしい妄想もそうですけど例えばうん宝くじ当たったらどうしようみたいなあとはまあ道端でなんか学校のね誰かこう女の子が告白してきてでこういうふうに返してでまあまあ仲良くこうなっていくみたいなをこう想像しながらね 寝てた寝てた時があったんですよでその時にねその想像したことが夢の続きで夢の中に現れるようになったんですよ。例えばこうその女の子と放課後なんか呼び出されて告白されてみたいなのを細かく細かく頭の中で考えながらねほんまに眠たい時にねしかも考えながら寝てたらそれがその夢の中で実質に行われてって。で それも、ちゃんとこう、明晰夢だったんですよ。あこれ夢じゃんで、あっ、シチュエーションが、あ自分が想像してた通りじゃんと。で、そこに一回、一回気づけたんですよ、そこで。あこれ自分が想像しながら寝たら、その夢が見えるっていうのが、そこで気がつけて。で、やっと、そこから僕、自分の夢をコントロールする練習が始まったんですよ。で 多分初めてやる人とかやってみたい人、まあ、この動画を見てくれてる方、注意点なんですが、今から教える練習法をしてしまうと、下手したらその睡眠障害とかにかかってしまう可能性もあります。で、ね、僕今、実質寝ると絶対に夢を見てしまいます。意識せずに、 寝てても夢を見てしまいまいすで一番長いだとあのだいたい7時間8時間寝たときに夢の中の時間がものすごく長くて実質は78時間しか寝てないのに夢の中でもう12時間過ごしたようななんかこうこういう夢を見てしまったんですよひたすらなんかめっちゃ長い夢をで目が覚めてちなみにそれは 意識せずに寝てたたんんででではなかったんですよ自分で夢をコントロールしてたんじゃなくて勝手に流れる夢ですそれをそれがめちゃめちゃ長時間が長かったですでね夢の中でも自分の意識の中で名スキムを見た場合、まあ、僕の場合なんですけど夢の中ででも痛いです例えば今まで頭をぶつけたりしたことが あるんでその痛みっていうのは多分感覚で覚えてると思うんですよそれが夢の中で頭をぶつけるとその感覚が蘇ってくるのかは知らないんですけどとりあえず痛いんですよ夢の中でもガンっていっってなるんですよでもちろん、まあ、ナイフで刺されたことはないんですけどまあまあ刺されたらもうほんまチクってするんですよまあ多分針で刺されたぐらいなんですけど今まで自分が こう当たった時の場所とか感覚とかがあるんで夢の中で当然あの肩殴られたら痛いそれがあの自分が寝ている外側で自分が叩かれたとかじゃなくて夢の中で叩かれたとして痛いですそれで目が覚める時もありますで当然何の 妄想でもね、何の妄想、まあ、何の、あれね、でも、まあ、賞味、気持ちがいいです。まあ、一回やったことある、まあ、一回っていうか、まあ、結構やってる感じなので、まあ、その感覚っていうのは、しっかり焼き付いてますから、まあ、 そういうものはちゃんと感覚として残っているので、夢の中でやった時も、夢の中でそういうことになっても、ちゃんと感覚はあります。で、これが癖になったら、やめられない。この、面積も見ることがやめられないっていうことになります。で、この面積も楽しいんですが、本当にやろうと思う人は、 あくまでで自己責任でお願いします、まあ俺が練習した方法っていうか、まあ、誰に聞いたわけでもないけど自分で自分でこうやったらええんちゃおうかなと思って練習した方法なんであくまで他の人ができるかどうかは分かりませんでも一人できる女の子がいたんですよ僕の周りにでその子がその子に話を聞く限りでは僕と同じような感じで 見る,こと見ることになったらしいですその見るきっかけになったのは僕と同じようなことらしいです。で、えー、やり方なんですが、えーえー、この刺晰務の見方、刺晰務を見る方法の、今、前半として、えー、YouTube に出すんで、えー、後半で、えー、どういうふうにして見ていったらいいかっていう、えー、解説を。 していきたいと思います。えー、では、えー、後半でまた会いましょう。see you。